皆さんお疲れ様です。収益利他型 YouTuber のゆうすけです。今回はまずはじめにお知らせなんですけど、6月22日に Google から16,033円の広告収益が振り込まれてですね、同日の22日に令和新選組へ同額の16,033円を振り込むことができました。これで8回目ですね。ここ最近は僕のチャンネルにしてはたくさんの方にご視聴いただいていてですね、9回目か10回目の寄付の際にはもうちょっと多い金額を寄付できるかもしれないです。ご視聴くださってる皆さんには足を向けて寝られない気持ちなんですけど、本当にそれをやるなら空に向かって逆立ちして寝るしかない状況ですね。それで今回は府中市議会で懲罰動議を提出された野口中夫さんの件の補足情報を少しお伝えしたくてですね、あさって26日月曜日ですね、府中市役所西庁舎で懲罰議会が10時から開催されるそうです。間に他の会議を挟んだりすることなく、すべて一括で実施されて、動議提出者を代表して立憲の前川博子さんが懲罰の理由を説明して、野口中夫さんが弁明をするっていうことを何度か繰り返した後、懲罰をするのかしないのか、するならどんな懲罰にするのかが決定されて、最後に宣告がなされるっていう流れになるようで、休憩を挟みながら3、4時間くらいで終わるんじゃないかと事務局の方が話してるようですね。定員が90名の傍聴席っていう事前情報だったんですけど、野口中夫さんのツイートによると満室でも別室が用意されてるそうなので、行ける方はぜひともご参加をよろしくお願いいたします。にしてもこの立憲の前川博子市議が早くも話題騒然なんですよね。というのも26日の前にすでに懲罰動議に関する意思表示を本会議でされていたようで、いつも熱量の高い情報提供をしてくださっているおなじみの桃太郎プラスさんのツイートからちょっと動画を引用させていただきます。議席番号15番市民フォーラムの前川博子です。私たちが一丸となって作っているこの町に対してあまりにもひどい発言、こちらにいるのはこの市を市役所を担っている方々、そしてそのリーダーの 市長、我々はそちらで議会民主主義の二輪となってこの府中市の町を作っているのではなかったのか。ここはいっぱい質問の場でふさわしくないかもしれない、でも私たちは一丸となってこの府中市の町を作り守っていく、そう倫理条例にも書き留めました。私は自分の質問の前にこの府中市の町、こちらがあの方々と私たちとで二輪で作っていくことをもう一度宣言させていただきたいと思います。通告に従いまして一般質問に入ります。はい、皆さんいろんな感想をお持ちになったかと思うんですけど、僕が何より一番気になった点は、この町は私たちが一丸となって作ってるんだと、市長が担う執行機関と議決機関である市議会の両輪で二輪となってこの町を作ってきたし、これからも作っていくことをここで宣言させていただくと、そういうお話だったと思うんですけど、野口中夫さんの一般質問が
上から下まで完全府中市民目線であるのに対して、前川さんが涙し怒りを抑えられずに溢れ出たその宣言の中には府中市民が出てきませんし、府中市民の存在が1ミリも僕には感じられなかったんですね。後ろで議長も大きくうなずいているのが見えましたけど、市長や市議会が何のためにあるのかと考えたら、その町の市民のためじゃないですか。そして府中市長と府中市議会でその町を形作っていくのではなく、府中市民があくまで主役で、前川さんが言うところの両輪になっている人々は主役の声を聞いて市政に反映させるための代理人でしかありませんよね。26日の懲罰会議も注目なんですけど、前川さんのこの演説で、そして後ろで大きくうなずく議長で、もうここは私たちのための町であり、そのことを誰にも邪魔させないっていうような、府中市議会の根深い闇、慣れ合いの貴族体質のような、腹の底が見えてしまったような感がありますかね。ついこの前の地方選では、この画像の通り、よだかれんさんが応援演説してる方なんですよ、この前川さんは。統一教会関連団体の拠点が府中市に建設されようとしてる状況のようなんですけど、今前川ひろこさんはそれに反対の声を上げてる一人のようなんですね。けれども議員生活2ヶ月ぐらいの新人に注意するだとか警告するだとかいうプロセスもなく、デビュー初日にいきなり懲罰みたいなことでは、府中市議会も統一教会とさして変わらないのではないですかと言いたくなってしまうような、そんな今回のご寄付の報告と合わせてのお話でした。最後までご視聴くださりありがとうございました。